おはようございます。12月の28日、仕事が休みに入ったんで2日連続で浮いています。昨日は全然ダメだったんで、今日もあんまり期待はしてないんですけど、雨が止んで昨日の夜ちょっと風が吹いた影響、結構波気が立ってます。緊張感を持ってそれでもまあのんびりやってみたいと思います。風はあんまりないですね。風はないけどちょっと波がまだ初心者の息を出してないんで、まあ無理はせずやっていこうと思います。あー食ってきそうないい感じなんだけどなこれ。あーそして波も結構高いな。ぶっちゃけこれ以上上がったらもう無理だぞ。波のこの高い感じ分かりますでしょうか。肉眼だと結構辛いなって感じなんですけど、ビビってるぐらいがちょうどいいって。このコロナのご時世に人に迷惑かけるの辛いですからね。波が強くても突然ピターッと波になるパターンもあるんで、一番はそれを期待しております。ゆーって感じの景色になってきました。日本の冬は綺麗ですね。僕の住んでるこの瀬戸内の香川県のエリアはやっぱり水深が浅いので、結果的にやっぱ水温が真冬になるともうガツンと下がってしまって、カワハギをやってみたいと思ってるんですよね。ずっと冬といえばね、カワハギで子供の頃葉山でよくカワハギよくやってた記憶があるんですけど、親に連れられて。面白いですよね。引きが何しろ気持ちいいし、大人に混じってアサリを剥いた記憶があります。今日も生のアサリを買って昨日の夜剥いて持ってきました。ああやばね、よかった。ああ外れてよかった。なんか早く外れますね。根上がりはほとんど根上がりは回収できます。大丈夫そうです。あーいいですね。ちょっとこの辺でカワハギ挑戦してみましょうか。まずパラシュートアンカーを片付けてですね。うわすごい。ポイント戻ります。ああラッキーなことにちょっと波を持ってきました。アンカーですが、僕はちょっとこうですね、根掛かり対策はマジックテープですることにしました。100均のマジックテープですね。根掛かった場合は力いっぱい引けばマジックテープが取れる寸法です。ちょっと落としてみたいと思います。ちょっと未知の世界なんで、あんまり根のきつくないところで試してみます。これ結構難しいな。アンカー一つ取ってもなかなか奥が深いですね。これアンカートロリーシステムに結んで潮前でアンカー引っ張るようにします。とりあえずアンカーがどんなもんかコーヒーでも飲みながら様子を見たいと思います。波は完全に収まりましたね。これ
いまいちいいポイントじゃないかもしれないけど、ちょっとここでカワハギの準備を抱えてあげてみます。ロッドには基本のカワハギセットはもうついてるんで、昨日夜作ってたんですけど、これにハリス止めにハリスをつけていきたいと思います。これからちょっとコマ送りみたいな状態になってしまいます。釣れてる時に限ってちゃんと映っていないというこの運のなさ、まあでもそういうこともありますよね。いまいち変化のないところに寄せられてしまいますね。されたのは全然下道がかかんないもんですね。しかしワッペンしかいないんです。もう上げ止まりか。ちょっとカワハギ狙いだったらここじゃなくて、夏全然ダメだったあの辺がいいかな。いい情報持ってたら教えてくださいね。いやーしかし今年はもう春早くで出そうと思ってたけど、コロナウイルスの影響で一番楽しめそうなゴールデンウィークはもう自粛完全にしてたんですよね。なんで梅雨時から釣りいろいろ始めて、またカヤックも始めて、今年は結構マゴチアコがまあまあの肩が釣れたんで、スローフィッシング的にはものすごい満足です。まだ初心者の域を抜け切ってはいないと思うんですけど、一緒にいろいろ試行錯誤しながら見ていただければ幸いです。西風だけど気持ちいいな。アンカーがバッチリ効いてるから風が気持ちいい。